用旅は中華民国の政治家、学者。新朝政府では歩行派として、官僚や閣僚を務め、新害革命後は、遠征外の中華帝国建国を支えた、遠征外13府都四法の筆頭閣に数えられ、中国国民党、中国共産党党員にもなった。旧名は、小三。字は、尺子。号は、虎禅寺。古藤蛇、尺虎。 試験候補の子として生まれる。1894年、順天府の里見に合格したが、翌年の開始では落第した。同年、故郷に戻り、国学大使を、運に支持する。1902年5月、日本に留学し、公文学院で学ぶ。その一方で、遊学役編という月刊誌を編集し、西洋の政治学を留学生に紹介した。11月に帰国し、 しかし、両氏と共に、皇位、両慶長の一党と疑われたため、要は再び、日本へ渡った。1904年に、法政大学促成課に入学し、中国留日学生総会官官次長となる。1905年7月、要は、孫文と対面し、その場で孫から中国同盟会加入を進められた。要はこれを辞退したものの、 高校を孫に紹介している。後に、要は、横浜に登留していた孫と再会し、議論を繰り広げたが、結局、要は、立憲君主制支持の立場を守った。楊卓は熊まれ年の要請に応じ、翌年夏、県政の海外視察に向かう後大臣のために、中国県政大綱は、東西双方の長所を吸収すべき、県政実施の手続きの2編の論文を法定した。 1907年1月、要は中国新報を創刊し、近鉄主義という14万字の論文を発表している。この中で、要は歩行派の立場を明確に示した。2月には、生息調査会を組織して会長となった。7月には、県政講習会を組織し、その常務委員長となり、国会即会論の口火を切った。1908年3月、要宅は、 コナン・ハナマサ・ネリ高校史を創設し、その当事長に就任した。翌月、軍機大人りのホラ、遠征外が連名で創場したことで、要は四品経道、県政偏差官日さ町に任ぜられてからは、岩縁で皇族に抗議するなど、県政の第一人者となり、近帝憲法大綱の策定に関わったとして、反立憲派からは批判された。さらに要は、縁の復心。 参謀として活動することになる。1911年10月の武将起義に際しては、縁に革命派鎮圧に赴くことを拒否するよう進言し、縁もこれを入れている。吉地家王内閣で統計局長を任ぜられ、園生外内閣では学部副大臣に任ぜられた。その一方で、要は王朝明と共に国事共済会という組織を立ち上げ、南北和議と、 政治体制の議論などを進めようとしている。その後の南北和平交渉にも、要は参与した。中華民国成立後の1912年1月、陽宅は、遠征外から二等化の義勲章を授与された。その後、総統府政治顧問、県政委員会委員、参政委員参政、国士官副官長、総統府内士官内士を歴任している。9月、 要は高校から国民党加入を進められたが、政党政治を望まない要はこれを拒否した。1915年8月、陽卓は、遠征外の皇帝即位運動を開始する。まず同月14日、陽卓は孫育、玄福、小明、隆氏、土川、李理和と共に、皇帝即位推進団体として、光安会を組織して、六君主と呼ばれた。23日には、要は、 ヒカルヤス海宣言を起草し、さらに、君の利休国論という論文を発表している。9月以降は、全国各地の西岸団体組織に奔走した。10月、参政院が組織した国体を決定するための国民代表大会において、洋が総代表に選出されている。こうして12月、園は皇帝即位の受諾を宣言した。しかし、両慶長サイは、 と、次行らは、遠征外の皇帝即位に反発し、雲南省で五国軍を組織した。こうして、五国戦争が勃発する。国内世論も五国軍を支持し、南方の特軍も次々と五国軍支持に転じた。そのため3月22日には、遠は皇帝即位取り消しに追い込まれ、6月6日、失意のうちに病没してしまう。 霊元博士が後継相当となると7月14日に皇帝即位をそそのかしたとして、洋卓らを指名手配した。陽は天津の疎開に逃げ込んでいる。1917年春、長君の昇兵に応じて洋卓はこれと面談している。しかし、長の復古主義的な思想は陽の立憲君主制思想とは相入れないものであった。そのため、 同年7月の長君復壁では、要はこれに参加も指示もなさなかった。以後しばらくは、全州の研究に励むことになる。洋卓別英子の全州研究がきっかけで、洋卓は、次第に立憲君主政思想の限界を悟り、次第に、自らの思想を展開させていくことになる。1918年3月、要は指名手配を9月、要は、 立憲君主制思想の放棄を公に宣言した。その後は、孫文と信仰を結ぶようになり、1922年に中国国民党に加入し、孫のために北京政府へ様々な政治的工作を展開している。1925年8月には、一時的ながらも、法天派の軍人、京昇船の将兵に応じ、その三々となった。 1928年秋、楊拓は上海に移り、画家として、生計を立てた。この時、チンパンの資料である、と月賞の違遇を得て、その資金援助の下で、中国通信を著述している。また、マルクス主義にも傾倒し始め、中国共産党の反関連の紹介と、州恩来の批准を経て、楊拓は、正式に共産党に加入した。後に、 中国革命協済会や中国社会科学科連盟にも参加している。1931年9月17日、過労が原因で、上海にて病没。去年57。ありがとうございます。